はい、この前動画で紹介した、まあ、プリウス、ここに、まあ、トヨタのエンブレムが後ろにおんねんけど、レーダークルーズコントロールあるから外すことはできへんねん。外したらなんかちょっと誤作動が起きたりとかするってことですか？もう効かんくなるから。ああそういうことですか。この裏にエンブレムがおんねんけど、はい、ほんまにあのレーダークルーズコントロールがちゃんと作動するんかっていう検証。ああ、それ気になりますね。僕から実際走ってちょっと検証したいと思います。はい、あ、わかりました、お願いします。オッケー、そしたら実際ちょっと行くで、はい、お願いします。あ、今入ったんですね。お、車を感知しましたね。うん、全然動いてるやろ。はい。お、今これ踏んでないね。これ見て、ほらアクセル踏んでない。あ、重いですね。うん、あ、ほらほらほら減速。あ、減速しましたね、うん、全然効いてるちゃんと。おお、ほんまですね。エアロが前についてても全然効くんですね。おお、加速しだしましたね。うん、これもう俺、はい、踏んでないで。あ、本当ですね。うん、あー、ついていってますね。もうちょっと速度上げようか。今オートクルーズは設定自体は50キロにしてんねんけど、はい、前に車おるから、はい、今45キロとかになってんねん。あ、そういうことなんですね。レーダーでちゃんと見てるから。もうやるかぶっててもちゃんと見てますよっていうことですね。うん、ちゃんと作動してるこれは。はい、もうちょっとで信号変わるから前の車止まると思うから見とってな。はい、あ、わかりました。うん、俺全然足あれしよっから。はい、あ、止まれない。うん、おー、マジで。おー、聞いてる。おー、聞いてるやろ。はい、うん、止まったやろ。本当ですね。うん、停止保持中ってなってました。うん、やっぱちゃんと効くんですね。ちゃんと効くやろ。はい、 ABS はレーダーこう、はい、凍っていくから。あ、逆にそれって FRP とかやったらダメなんですか？ FRP はあかんみたい、はい、通らへん。あー、そうなんですね。うん、これ、まあ、ABS も、はい、あの実はメーカーは推奨はしてない、はい、一応それで事故あったりしたら責任取れへんから。ああ、なるほど。うん、でもまあノブレッセさんとかも30のアルファードの、あのアルファードのエンブレムのところに黒い ABS のカバーみたいなのも出したりしてるから、だから ABS の商品とかやったら、まあ、レーダー問題なく使えますよっていう。はい、無事帰ってこれたな。はい、いやしっかり聞きましたね。全然聞いたな。はい、うん、そのドレスアップの、まあ、一応ちゃんと検証動画にはなったと思うから、はい、まあ、これからのドレスアップの参考にしてもらえたらなと。まあ、一応まあそのエアロメーカーさんも言ってるみたいに取り付けて、なんか誤作動が最悪あるかもしれんから、はい、その辺はまあ自己責任で、あ、まあそうですね、っていう形で、はい、まあ、ドレスアップ楽しんでもらったらと思います。まあ、一応結構やっぱ心配要素でもある部分やったんで、まあ、今回ちょっとちゃんと一応聞いたのは聞いたんで、はい、まあ、よかった。全然聞いてたね。はい、しっかりブレーキ踏んでましたもんね、うん、赤信号の時も。まあ、やっぱりそのドレスアップしてる車ってさ、はい、最近はあのそのレーダーの絡みで、はい、やっぱエンブレムなくせなくなったりとかしてるけど。あ、そうですね、バンパータイプのものでもエンブレムがついてみたいなありますもんね。そうそうそう、うん、やっぱりそのエンブレムがあるのと、ね、はい、ないのとでは、はい、うん、変わりますね。全然こういうドレスアップの時代が来るかもしれない、はい、まあ一応、はい、今回バルドさんのはい、エアロで ABS 製のフロントフェイスつけて、はいはい、ミリ波レーダー作動するのかっていう検証やったけど、はい、無事作動するっていうこと。はい、そういうことですね。無事これでミリ波レーダーの検証は終わりということで。はい、わかりました。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。はい、今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。